ちら。おはようさんちゃん、よんちゃんなんでやねん。おはようございます、よんちゃんなんでやねん。マロマロありがとうございます。おはようさんちゃん、おはかのん、おはよう、嬉しいですよ。好き好きかのん、こちらこそ。おはようさんちゃん、朝ぶりです。だって、あ、起こしちゃってすいませんでしたおはようさんちゃん、ひゃっほい、よんちゃんなんでやねん。おはようございます。ピヨ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 。お目覚めは今日ググぐらい。ちょっと今日はね、まだ眠いです。おはようございます、初めまして、なんでやねん。おはようさんちゃん、よんちゃんなんでやねん。おはようさんちゃん、フリルスカート可愛かった。だって、ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。すごいヒラヒラしてて。そうなんですよ。おはようさんちゃん、昨日の配信したみたいだけど、なん、わらび餅を食べました。今年もわらび餅の季節がやってきたよって言って、今日も宇宙で行っちゃうかいよ。ありがとうございます。おはよう、ぺこり。おはようさんちゃん、昨日ね、そう、トーク会2日間ありがとうございました。トーク会ありがとう。もう明日じゃない？シャッフル、それも書いとこう。びっくりだよ、もう明日だなんて。大変です。よし、こうだね、やっぱり。ちょっと待ってくださいね、入るかな。よし、入りました。おはようさんちゃん、試験メールのわらび餅見たらお花かなったにしてもらわなきゃ、ろすなきゃ、ろくおおはようさんちゃん、53、あれ、どこ読んでるかな。今とても眠い、一緒だよ、寝落ちしたら全然ですよ、カノンが寝落ちしたらダメですが、家油断してただけですみません、全然です。カノも急に来たからさ、急に始めたからもうバッタバタだったよ。配信ありがとう、今日もです、はい、ありがとうございます。おはようさんちゃん、おはよう、ペコリペコリ、どうも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 、見逃してしまったか。おお、おはようさんちゃん、おはかのわらび餅食べまくりのさんちゃんだって、19個ぐらい食べたなみたいです。口にきなこは大変なわけあるかい。おはようさんちゃん、こちら、おはよ、あ、キャッキャッハハキャッ、全然いいですよって起きる時間。あ、本当ですか、よかった。じゃあ、おはようさんちゃん、ゴールデンウィークで今日もお休み、配信見れます、嬉しいですね。え、本当にさ、今日は何話そうかなと思って、とりあえずトーク会ね、本当にありがとうございました。あの、皆さんが教えてくださって、話の種の花をさ咲かせてくださって、ね、ちょっとブログにまとまってるので、そちらもぜひ読んでみてください。ここでもお話するかもだけど、おはよう、おはようさんちゃん、トークありがとうございました。あ、昨日、内容は言わないですけど、昨日言ってたことが分かりましたありがとうございますはい、昨日は来てくれてありがとうございました。本当にこちらこそ、これからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。おはようさんちゃん、おはようございます。どうも、ヨンちゃんなんだよね。この間トーク会でカノちゃんに内緒でお昼にティラミス食べました。それはなんたるいけないこと。ずるいですよ。
今日も安定のスピン、そう今日はもうともう本当今日は本当にもうそう本当にスピンなんです。あパンパカパンパカパンパカありがとうございます。パンパカパンパカパンで、こなんか髪の毛だけでもやろうと思って今日はね髪の毛をアイロンかけてたんですけどなんかうまくいかなくて、ちょっとここをくるくるってしてフェッてやったらいい感じになるかもと思ったらボーンってなっちゃったので、くるくるしたのがで、まっすぐにしようとしても直らないのでピンで止めています。わらび餅や捕まえるの天才的やなって、絶対やない、多分これはカノンたちが捕まえてるんじゃないっていうか、多分来てるんだよね、多分この家は買うかもしれんみたいな狙われてます。わらび餅配信そう楽しかった。15日、今日なんか53ちゃんをめちゃめちゃ読みたがるんだけど何も書いてないのに、おかしい、怖いよ。15日の3ちゃんの収穫が楽しみだって、もう楽しみに、まだ全然決まってない、おはよう、読解楽しかったよだって、かなも楽しかったですね、ありがとうございました。お面もねびっくらこいた。わらび餅始めたんですか、わらび餅ですか、美味しいですか。ゆりちゃん、よんちゃんなんだよね、おはようさんちゃん、おはようかいどうはでっかいどう、とかありがとうございました、ありがとうございました、楽しかったね、おはようさんちゃん。それでは明日ね、もう どうするの、近くかい遠くかい、まあ、ちょっとほんと大変、明日シャッフルだなんて。おはようさんちゃん、おはよう、結構量あったけど全部、うん、あのみんなで食べました、一人では食べてないんで、あの安心してください。おはようさんちゃん、シャッフルシャッフル、ぐるぐる、おはようございます、おはようさんちゃん。19個、配信後29個食べたんだよね、だってさ、配信後はあのそんな食べてないです、すぬちゃんとすぬママとすぬパパとみんなにあげました、ちゃんと。ドキ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 、あ、初見さんありがとうございます。愛知県出身16歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田かのんです、よろしくお願いします。どうぞよろしく。今日かのんちゃんが夢に出演、声がイベントやって楽しかったよ、またやろうねだって、はい、もう毎日でも夢にあの呼んでください、駆けつけますんで、はい。トーク会終わって開けていくとき投げるポーズしたら俺に、あ、投げてくれたかと思ったら違う人にだった、あー、そう、マジでそんなことあった、もう時代はどうした、終わった、え、待ってマジで本当にそんな風だった、それはピエンだよね、すいませんね、じゃあ今投げておきます、愛を届け愛を届け、おはようさんちゃん、美しい稲妻さん、ありがとうございます、そんな風にありがとうございます、おはようさんちゃん、おはよう、どうもどうも、あ、初見さんありがとうございます、 Please call me さんちゃん、セキュンセキュー、かのちゃんの性格をどう表現したかちょっと気になっちゃうね、でもまあこれは何が多かったかな、すごいあの優しいよって言ってくださる方が多かったかな、うん、あとは性格っていうと言い方がちょっとかの難しいんだけど、その家庭的とか、あと真面目だよって言ってくださる方もいたりとかね、すごいあの嬉しかったですね。でもね、あのでもね、本当にそうかはね、わからないですよわからないですよ、でもそうやって思っていただけたのは嬉しいし、あのそうであり続けたいなって、真面目であり続けたいし、優しい気持ちを忘れずにね、い続けたいなって思いますね、はいありがとうございます。でもやっぱり負けず嫌い多かったです。
いろいろねあったので、ぜひおブログ読んでくれし、おはようさんちゃん、明日の公演 MC でのさんちゃんと先輩メンバーの絡みのためね。そうですよね、そうね。あー昨日そういえば、あの中ちゃんさんとちょっとお話できて、そうあのお話できてなんかすごいこう込み入った話とかではないんですけど、でもちょっとお話できましたね。頑張ろうねって言ってくれて、はい自分頑張りますって。そうそうそう、わらび餅屋のおじさんいつもの人で安心し、そうそうそういつもの人だったって、元気そうだったって。19個だから小さい、19個だけど小さいからカロリーゼロ。そうだよ、あのちょっときな粉、もしかしたらきな粉はあのカロリーがあるかもしれないけど、中のがゼロってことだから、まあ、0.1 ぐらいのカロリーだから大丈夫。おはようさんちゃん、昨日夜大富豪してたら夜配信見えなかった、すまんだって。お全然だよ、大富豪してたの、そっかそっか。いやまあの点とありがとうございます。おはようさんちゃん、おはよう。目が覚めてベッドで LINE したしてたら通知来たから飛び起きましたベッドから飛び起きましたか。ご実際ちゃんかにありがとうございますやっとちゃんと読めた、のんびりしてたのね。おはようさんちゃん、なんでのんびりが欲しいなるわけせ、びのんびりびりが、え分からん。昨日のトーク会楽しかったよ、だって楽しかったね、楽しかったよ、カードも楽しかったよ。今日の一句、さん様もシャッフルされてすくすくとにょき、ありがとうございますすくすくと頑張りたいと思います。やばいですね本当に、欲しいになってる。まとめのめためた方がいいのかしら。お、あいやどっちでも嬉しいけど、でもループしてくださると結構何なんていうのかな、ループしていくだ、どっちがいいのかわからない。どっちもどっちでもいいですどっちでもいいです、はい、どっちも嬉しい。でんて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 ん、おはようさんちゃん、よんちゃんなんだよね、トーク会お疲れ様でした。次回の15日のエコエフラーの東海を渡します。そうなのよ、あと2回。おはようさんちゃん、よかわい、ありがとうございます。パンパカパン、ありがとうございます。おはようさんちゃん、おはようさんちゃんちゃん、パンパカパン、ありがとう。東海レア入ってすぐにボードミレちゃんで、ごめんめちゃ書いてるの見えたよ、ミレちゃんだったんだね。あ、パンプがパーン、おはようございます。マロマロ、シャッフル公演のレッスンで仲良しになれた先輩も、あでもレッスンって言ってもあの合わせは1回しかないかな合わせは1回しかないから、そうなかなかこうめちゃめちゃ縮まったとかはないんだけど、でも皆さん本当に優しくしてくださって、あとねあのやってる途中とかにもそう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 ってすごい、もうかのめちゃめちゃにあの合わせの時に不安で、もう顔がもう多分死んでたの顔がね、もう表情とかまでまだいけてなくて、その時は死んでたんですけど、あのすごい不安そうに多分踊ってたんでしょうね。あの順調に進んでる時とかに谷さんとかそうそうそうって言ってくださったりとか、あのハタモンさんもあの踊ってる時にあの合ってるよみたいなこと言ってくれたりとか
すごい優しかったし、あのみんな先輩方あの本当に教えてくださって優しく、手取り足取りのところもあった、もう赤ちゃんみたいになりそうなところがあってすごい助けてくださいました。時間と終わっただってありがとう。123ちゃんだ。髪留めこれ可愛いですか？これはあのメイクする時のぺったんこピンですよ。ぺったんこピン、はようさんちゃん、スティバル公園の衣装姿見るの楽しみにしてますからだってええー、気温たっぷり、おはようさんちゃん、すっぴんでもかのんちゃんみたいな、ありがとうございます。おはようさんちゃん、このピンはぺったんこになってるので、あのメイクの時なんでぺったんこのピンっていうと、髪の毛をセットした後とかに、なんかメイクする時とか髪の毛がグネってこうなんか跡がついちゃったりとかするのを防ぐためです。ムサムサに迎えありがとうございます。キャラ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 だー、ありがとうございます。後ろ髪もさ、あ、だからちょっと後ろ髪まともな方、今日はどうですか、まともでしたか。選ばれて、実は僕の一押しは昨日から、あ、そうなんですか、あ、昨日じゃないわ、え、一昨日、あ、そっか、そうなんです、ね、あとからどうにかして昨日の夜配信見ましたって、ありがとうございます。終わっただなんて言わないでくださいね。どういうこと53ちゃんです、お、ありがとうございます。53ちゃんですか、本当ですか、え、どういうこと、え、そういうこと、え早くして、今コーヒー入れてアップルパイ風のパンを食べました。内緒にしてないじゃないですか。おはようさんちゃん、ひなみれちゃんが20時からライフをやってたからゲリラ配信は見れなかった。あ、空中ブランコありがとうございます。2日連続だった、あんはんはん、そっかそっか、全然ね、あのくだらない内容をやってたのでね、あの気にしなくていいですよ。おはようちゃん、なんでやねん、トーク会テーマブログに結果書いて今チェックしました。全然ですよ、あのね、カノンもちゃんとスラスラ言えたらいいんだけど、あのこう喋るのはね、そのスラスラ言えない人なので呼んでみてって言っちゃった。おはよう、話したい、だってカノンもしたい。パンパカパン、ありがとうございます。昨日のトーク会楽しかった、服がそうそうゴージャス、ゴージャスカノン、やっぱり去年言った通り、そうだっけ、わらび餅、そう狙われてるんだよ、そうなんだよ、大変だよ。タコちゃん見れなくて落ち込んでます、だってタコちゃん、ちょっとまあ毎回持ってからちょっとね、さすがに難しいので、タコちゃんタコちゃんタコちゃん、おはようさんちゃん、お手を目覚めお届けありがとうございます。タコちゃん誕生日、生誕公演トーク会が楽しみ、楽しみがいっぱいで良いことでございます。さてさて、今ショールームで話題の海葉山葉、彼女はゴールデンウィークに行ってるの、あ、どっち、ドゥルル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 ルン、海葉、えー、ほんとかな、すごい、は、おはようさんちゃん、よんちゃんなんだよね、感情感情ありがとうございます。明日お腹出そうが出さないが DM、 あ、そうですよ、出さないかもしれないですからね、皆さん皆さんもう出すものだと思ってるかもしれないけど、出さないかもしれないですかね。はい、おはようさんちゃん、今日のシャッフルは昼はみくろちゃん、夜はみおちゃんが出るね、だってもうね、ちょっとカノンはもしかしたらあの見てる暇はないかもしれないけど、そうちょっと自分のあれでね、手一杯になっちゃってるかもしれないけれどもね、皆さん見れる方はぜひね見てください。おはよう、ちなみに昨日の夜ご飯はアイスクリームにさせていただきましたから、だってあ、いいじゃないですかいいね、アイスクリームがね食べたかったんですよ、思いつかなかったからしょうがない
です思いつかなかった昨日。そうでもケータリングではあのあとね、唐揚げとあの卵焼きに明太子が乗ってるやつと、あとサラダあのブロッコリーのサラダを食べました。美味しかったです。昨日横にゃんに沢田のかのんちゃん、横にゃんにもらった似顔絵めっちゃ大切にしてるよとお伝えしました。だってはい、もう大切に飾らせていただいております。もうこっちにもこっちにも映るようにしてね。そうかのんがここにいたとしてもこっちで映るよっていう、そういう仕組みになってるから。おはようさんちゃん、愛を届けてくれてありがとう。だってまた東海でアサリボードで愛を届けるよ。だって矛盾が激しい、アサリボードで愛を届けるよってありがとうございます。そう、中ちゃんさんとお話しした、マロマロ9月15から16の話の種、自分の17歳の頃、そうか覚えてますか皆さん。17歳、夢覚えてるけど思い出がね、まあ17歳くらいでいいんですよ。まあ、まあ、もう全然覚えてなかったらもう若い頃ぐらいの、まあ、今若い方もいらっしゃるかもしれん。そうそうそう、おはようさんちゃん、よんちゃんなんだよね。13日の生誕祭当選したから盛り上げられたらと思って、さんちゃん用のペンライト追加でくる。本当ですか、嬉しいです、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。そっかそっか、あの色がね3色必要だからってことで、あ4色になるのか分からんけど、でもありがとうございます。赤ちゃんはいい公演、初めてではねないみたい、1回だったかな、え、なんかね出たことはあるって言ってました。そうそう、でも初めてだよねかのんちゃんって言ってね、言ってくれて、そうなんですよって言ってそう、練習どうはかどったみたいな、ちょっとなんかまだいろいろ言われたことが結構あって、ね、あれいっぱい言われると分かんないよねって言って、共感もしてくれて、そうなんですよって言って、頑張りますとか言ってお話ししました。なんでやねん、ヨンちゃんなんでやねん。 0.1 か 0.1 ぐらいは多分きなこである。明日の公演 MC でさらりと長ちゃんって言ってんよ。だってちょっとそれはねちょっと難しかったそれはちょっとねダメです、多分勇気を持てなくて、なかちゃんさんってなるかもしれないからちょっとやめときます。よんちゃんなんでやねん、おはようさんちゃん、あの足のあなんていうのこれ、かわいいかなでにあってよくなったが、ああ足の腫れね、そうだね言ってたね、うん、あの人にかあのさんにあって、ああそうありがとうよくなったが、昨日朝起きたらケース菌がめっちゃ痛くて歩き、大丈夫か、もうそういう時はどうしたらいいんだ、あのマッサージとかしてください。はい、ケース菌ね、ずっと立ってるわけだもんね、トーク会の時ね、結構さ往復してくださるとさ長いじゃないですか、あの距離、あの皆さんのあのお顔までは認識できない、お顔あのあだこれは誰だなぐらいまでは認識できるんですけれど、あじゃあその人がすごい細かい表情までは見れない距離じゃないですか、現実の距離でそれってどれぐらいだろうって昨日思ったんですよ。そしたらめちゃめちゃ遠くて、どういうことかっていうとそう昨日そのスヌママかなスヌパパかな、あのどれぐらい遠いのみたいな、待ってるところとあのカノンがいるところ、そうで現実っていうか普段の生活のね距離で、ね、あの表そうと思ったらあれぐらいっていう思ったところがめちゃめちゃ遠くて、遠い広いんですねあそこがね。のんびりって性格のことを言うのが NG だって、おどういうこと？休みだろうが仕事の日だろうが6時45分には起きる癖がすっかり身についた、ってすごい
ありがとう。あ、そういうこと？あ、性格を言う。あ、分かった分かった。星になっちゃうけんね。和洋さんちゃん、またコメントが遅れてるよ。ロンちゃんに会えたから、平日東京でなんかイベントしてーだって。昨日いろいろ元気あー、すみませんでしたか。あ、海のパラソル、ありがとうございます。一日の SK オールナイトニッポンのカノさんに質問したメール読まれて嬉しかった。あ、本当に？おめでとうございます。おめでとうございます。よかったですね。よかったですね。なんて質問したんですか？よんちゃん、なんでやねん。いかにも上品なお嬢様という雰囲気でしたね。だって本当ですか？ありがとうございます。お嬢様風でしたね。いつもはね、こんな感じなんで、もう、だるーんってしてる時が多いです。おはようさんちゃん、コメントが、あ、頑張るかの。昨日のシャッフル公演の2分間虫が巻き子支配人さんです。ね、カノンもさ、ツイッター見たらさ、毎回2分間虫 があるたびに、その今までの順番をツイッターに載せてくださってる方がいるんですけど、それを今日は誰かなみたいな、そういえばフェスティバル公演あったな、今日は誰かなって見たら、斉藤真希子って書いてある。真希子さん、真希子さんに、ええどうしたのかなみたいな。真希子さんが2分間MC とはどういうことかなみたいな衝撃でしたね。ただいま、おかえりのやりとりループだそうです。おかえりって、ありがとう、ただいまみたいな。おはようさんちゃん、まとめが3枚以上なので、何にしてもループしなきゃ。そうだね、3枚上限ね、間違えた読み方。3枚上限だよね、そう。自分で読み間違えて、あれってなっちゃった。そうなんですよ。昨日の公演後のメンバーは、シャワーも浴びれず、トーク会だったので、汗だくだったのかな？では、仕事に戻るね、またね、だって、またね。いってらっしゃい、頑張って。大富豪、里花穂の8の。メンバーランキングすごい頑張ってるの？里加穂さんのあれを頑張ってるの？頑張って、そういうこと？いちいちいち、ありがとうございます。ゾロメダル、いちいち、いいね。おようさんちゃん、ちは今来ました。シャッフル楽しみで、うん、いけないけど、ぜひ DMM で見てください。パラソル、ありがとうございます。111トップって感じね。はい、お仕事行ってきます。いってらっしゃい。こちらありがとう。ハタゴンさんはチームインの MC で散々振り間違いがうじられて成長してきましたから、ね、頑張ります。間違いは来るかもよ。お、フォエバーありがとう。足跡公演にも出演できますように、だって。そうですね、ね、横にゃんさんともね、劇場公演ねで一緒に出れたらなっても思いますしね。うんうん、コーマンさんちゃん、癖が強い、嫌いだ、嫌いじゃないもん。東海の次、嫌いじゃないもん、嫌いじゃないもん。じゃあ、ありがとう。後ろ髪まともたい。まともたい、いける、よろしくお願いします。かわいいだって、後ろ髪が、ありがとう。いやん、なぜー伸びたでしょ。嫌いじゃないよ。ちら、よんちゃんなんだよね。空中ブランコありがとうございます。昨日みくるんが東海は先輩と話す機会が多いとショールームで話してた。そうでございます、中ちゃんさんとね。またトイレに行くタイミングが一緒で、別に報告しなくてもいいんですけど、皆さんトイレに行くタイミングが同じで、その時に話しかけました。はようさんちゃん、レインボースター、ありがとうございます。去年のマリンちゃんツイッターでは、あやびもち移動販売どう捕まえるのって、手を挙げるとか手を振るとかすごい走っていきますね、あのたちは。もうその辺にあった草履をファッて入って、もうダッシュ、はーいみたいな、
バックミラーに向かってバックミラーに猛アピール「あーい!」みたいなのやって捕まえてます。他人行儀にならなくちゃんと呼んでほしい、本人も望んでいるはずだよ、だって。あよさんちゃん、なんかみんなミレイちゃん好きですね。あミレイちゃん、ミレイちゃんね、カノンのルームは DD が多いですから。そうですね、15日のトークテーマ把握しました、だってぜひぜひおしゃべりしましょう。カノンちゃんってカノンちゃんあれ星になっちゃった。あれ届いてます、よかったです。おはよう、おはようさんちゃん、直接会うの楽しいけど話違う人と何回もするの難しいよね、尊敬だ。でもね、あのめちゃめちゃ楽しいの。でもさ、そうそう楽しくて、昨日はね、あのキャラ弁を見て気になってくださった方がいて、そう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 、そんな方もいたり、いろんなねところからカノのことを知ってくださる方がいらっしゃるなと思って。そう、話したっけこれ、ハタゴンさんのファンの方がね、もう連れてってもらえなって言って来てくれたりとかそう嬉しいです。さあパーラソルありがとうございます。今日ね、今日なんか歌おうかなって思ってたんですけど、コメントが追いつかなくて歌えるかな。おはようしの公演頑張って、あじゃああれだね、明日の公演のなんか、まあもう長年やってる公演だから皆さんわかると思うので、なんかそれを歌います。もうカノンはコメントさんがもう大変なことになっているちょっと歌うごめんなさいごめんなさい、歌いますカノンさん。でででで、うん、シンシンしてるからさ、やっぱね歌うよね。うつぶのクローバーありがとうございます。おはよう、ありがとうございます。でででででごめんなちゃいね。でれれで、土曜日行った時にまた来ようねって言ってもらうの忘れてた。パーラソルありがとうございます。うん、お腹プルンプルンには笑っちゃったよ。かき氷を出したのか、劇場での発表ね、ドキドキだぜ。なんかあるの？あるんだっけ？入会 MC のスタンバイはしないよ。なかちゃん SK オタすぎて前から見てる先輩感あります。ああ面白いね。そう、なかちゃんさんが最初のね、おはようさんちゃんラジオ第1回のゲストですよね。すごいですよね、嬉しい。そんな何かわからんところに飛び込んできてくださっていい先輩ですね。みゆちゃんって呼んでほしいな、だって。わー、地面が硬いから、あーそっかそっか、足がね、うん、ありがとうございます皆さんね、長い時間で、カノンがいる時だけじゃない方も多いはずじゃないですか、やっぱりね、リリーの方が多いのでなのでそう、皆さんねお疲れだと思うので、あの足のマッサージとかして、あの気をつけてください。
チョキをみんな3枚1枚ずつで何回も回ってたらキロ単位ね。だよね、そういっぱい行くとそうなります。アンダー出演ね、振り覚えるのって大変だよね本当に。さあ何を歌おうかな。あ、とりあえずあれを歌おうかな。あ、間違えちゃった。クローバーありがとうございます、うん、いつもお歌のリクエストを採用してくれたからありがとう、ありがとう。でもちょっと今日は自分で決めちゃうぜ。はい、すぐ近くなのに離れて感じる。君はバスの二つ前の席、声をかけるにはちょっと恥ずかしい。何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が傾く時、その方向は同じさ。君に重力心配し、何も話せなくても確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。電池切れちゃった。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん、ハートありがとうございます。窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見えなくなる。喋るその声に耳を傾けて、僕は胸の奥をときめかせた。バスが急にスピード上げた瞬間、みんな一緒に抜けそうだ。愛は重力レンズ、そこにいるそれだけで二人はそう地球を共有する。愛は重力フレンズ、存在認知されてなくてもそのベクト進めばいい。はい、君に重力心配し、何も話せなくても確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、いつか同じ重さで愛について思うだろう。はい、イエーイ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 。マイクが切れちゃいましたね。電池切れちゃいました。
ありがとうございます。音符もコールも皆さんのののありがとうございます。マイクは使えないので、どうしようかな。このマイクが使えないから、時間がラッピング、ググ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 グ、どうしよう。あ、これでいけるんじゃない。ディンディディンディンディンディディン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 、ほらこれを使っちゃえばさ、来ちゃうんじゃない。髪の毛が大変なことになってるけど、いいじゃん。あっ、テレルン、これをね、多分ね、あっこれ、あ、これあの、こうでしょ。ああ入りました。おお、すごいね。ディレクター、ディレクターさんって何するんだっけ。どういうことすればいいんだろう、わからん。ディディディンドチキンだよ。でもあの立ち位置がわからないとこだけ踊りますね、多分。よいしょ、大丈夫かこのおちゃんって思われちゃうかも。頑張る。ちょっと今はめてます。でやると絶対引っかかるな、コードがちゃんと入れてないから。踊るのはじゃあちょっと控えめ、超絶控えめで踊りますね。巻いて巻いて、そうだよ、時間がナッシングだね。コールセンター、こちら、こちらさんちゃんです。多分そんなに映らないから座ってやるわ。それそれそれ、ちょいとそこ行くお兄さんよ、何を急いでいるの。ちょっとばかり聞きたいのよ、ゆうべはどこにいたの。喧嘩と花火、惚れた晴れたも江戸の花だよ。800円ちょうどかん、恋の女はちょうだい白い、もう浮気の証拠あげてんで、恋の女はおちょうだい白い、さあお前だけなんて嘘はおやめ。悪いやつにゃ銭が飛ぶよ、女たちは赤ピキン。どいた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 、ディディディンだ事件だよ、ぶたまただってね。あの長屋のおかみさんが見たって言っているよ。酔い腰の中忘れたなんてとぼけようだって、お見通しだよすべて。奉行所まで来てもらおうか、さあおかみの前で裁き受けろ。奉行所まで来てもらおうか、もう逃げられねえぜ、神妙にしろ、神妙にしろ。悪いやつにゃ銭が飛ぶよ、思春期の女は赤ピキ、その罪は憎んでもまだ惚れてるよ。はいはいはい、もう払いできやしない、情け深い情け深い、銭の価値は軽くない、恋の女はお茶もない白い、もう浮気の証拠あげてんで、恋の女はお茶もない白い。
てん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 、はい、ありがとうございます。うー、朝から楽しかったです、ありがとうございました、イエーイ、ゆゆゆゆゆゆ、何がいいと思う、良かったです、ありがとうございます。ドゥルルルルルルル、はい、はい、ジェニーが飛んでくる歌です、そうです、 DD 見られてますよっていうね、ようやく気づいた、居酒屋さんちゃんイコール お縄のお上だったのか、やっと気づいてくれたやっと気づいてくれた、ありがとうございます、はい、確かにね、そういうこと、そういうことなのそういうことか、いや、カノは知らなかった、そんなことそういうことね、そうなの、やっぱ見たって言ってるって、ほら見られてるよ、居酒屋さんちゃんのおかみさんに、しっかり見られてるよ。あ、そうだ、今日は一つやりたいことがありまして、ちょっとね、オラマルさんに、ちょっとオラマルさんにちょっとお手伝いしてもらうんですけど、オラマルさん、なんかこれこうやってさ、これをつけてさ、オラマルを持ってさ喋ってるとさ、あのこういうあの動物園とかの人みたいじゃないですか、いるじゃない、水族館とか、水族館のさあ、今日はイルカのなんとかちゃんに来ていただきました、拍手お願いしますみたいな、ね、イルカもあわあわあみたいな、そういう感じ、ね、違うんですけど、さあ、なんでかっていうと、あのこのオラマルくんがですね、ちょっと外仕事をもうカノンよりしちゃってるわけですよ、なのでいきますよ皆さん、もうゴールデンウィークも始まってることですが、今日はどこに行きたいの、せーの、ケニア、はい、ありがとうございますありがとうございます、じゃあ気になる方はハッシュタグ沢田カノンで動画探してみてください、はいちょっといきなりでね、あれなんですけど、そうオラマルがなんか CM かな、よくわかんないんですけど、あのそう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 、あの外仕事をして、そうそう、出演 CM 出演をしてて、聞き取れなかったんですか、今日はどこに行きたいの、キャニアっていう感じのセリフをね、セリフ、一言のセリフなんですけど、めちゃめちゃ目立ってるので、ぜひ見てあげてください、僕の CM 見てね、見てねっていう感じでございますありがとうございました、さあ、言えてますよ、ケニアでしょね、オラマル言えてるよね、今日はどこに行きたいの、せーの、ケニア、はい、ありがとうございます、キャリアじゃないもん、ケニアには帰らないです、オラマルはあのあれですか、あのスウェーデンですか、スウェーデン、はい、オラマルさんも頑張っておりますということで、さあ、もう時間が来たのでお時間が来たので、嫌いじゃないよ、サンデスタイムに行こうと思います、キャッチフレーズみたい、僕とどこに行くの、キャニア、キャニアじゃない、キャニアじゃない、キャニアって何、キャニアじゃないもん、キャニア、今日どこ行くの、キャニア、早いですか、もう一曲歌いますか、急がないと歌うなら何にしよう、キャビア、カノも思った、今日は別にあれか、今日はあれですね、今日祝日か、銀ガムチェック、ケニアタコシありがとうございます、もう皆さんケニアをいじらないでください、うん、ケニアじゃないもん、ケニアだもん、
祝日だよ。だってあんちゃん、じゃあ、ね、リクエストがあったのでギンガムチェックを1番だけね、歌えないかもしれないけど許してね。ギンガムチェック、今すごいダメなこと思いついちゃった。ギンガムチェックっていうね、勝手に絶対やだよね。ギンガムチェックだよ、本当に大切な曲なんだから。ギン、なんか来たよ。ギンガムチェック歌ってるね。なんで。はい、ダメだって。ギンガムチェック、そう、ギンガムチェック歌っちゃダメだってね。リクエストいただいたのに。ギンガムチェック、トゥトゥトゥ、ギンガムチェック、コニーのもよう、ブルーホワイトブルー、どっちだろう、気持ちを伝えるか、僕の迷いはギンガムチェック。もうすぬちゃん、すぬちゃん、すぬセレクションで、すぬちゃん、どういうことだい。お、海賊特集ありがとうございます。チュク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 、私にとっても大事な、あ、そうなんですか。紫スロペンか、紫ピンクシロ、ありがとうございます。空中ブランコパンパカパン、ありがとうございます。初めて買ったイケビの CD です。おするじゃん。礼儀正しく、ありがとう。どうしたんですか。あー、あ、オッケーオッケーオッケー。うんとね、じゃあちょっと待ってよ。入ってる？Are we ready？ Okay。サヌマルおはようだって。おはよう。眠そうですね。眠くないよ。本当？あくびしてたじゃん。あくびしてたじゃん。鼻がキーンってなってるよ。ああ、あるね。ツーンってなってね。はい。靴下履いてる？履いてない。カマも履いてない。なんで？ありがとうございます。前へ進め、ゴイツ立ち止まるな、ゴイツ目指すは日が昇る場所、希望の道を歩け、行く手阻むリバー、リバー、リバー、横たわるリバー、運命のリバー、リバー、リバー、試されるリバー、迷ってるんだ、根性見せろよ、ダメだな、今すぐ Be yourself。 前へ前へ、まっすぐ進め、顔を渡れ、ハッ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 、
いつだって夢は遠くに見える、届かないくらい距離感じる、足元のシワひとつ拾ってがむしゃらになって投げてみろ、君の目の前に川が流れる、広く大きな川だ、暗く深くても流れ速くても怯えなくていい、離れていてもほら無駄にしまるほど自分を信じろよ、闇の中をひたすら泳げ、振り返るな、手伸ばせばそこに未来はあるよ、届かないものと諦めないで、遠い逃げた足は夢を叶えて、起きる音が聞こえない、君の心にも川が流れる、辛い試練の川だ、自分に言い訳すんじゃねえ、やってみなきゃわかんねえ、まっすぐ進むしかねえ、ずっと歩き続ける決めた道を、引き締まるもっと自分を信じろよ、君の心にも川が流れる、涙の川だ、失敗してたっても流されてしまってもやり、叶う日が来るまで、ありがとうございました。レコーディー、どうも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 、ありがとうございます。さあ今日は申請が来るまでなのでね、歌わさせていただきました。ということで一緒に歌ってくれたのは妹のすねちゃんでした。そりゃわかるわ、質問が来てたからさそう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 、まあ、初見さんがねいらっしゃったということで嬉しいですね。はい、よかったよかった。あーそうだよね、でもパパさんに歌ってって言われた曲があるんです、ね、何ですか、またまたご紹介前にしていかなくて、ええ、OK 了解です。これで本当に最後にしよう。あ、そうですね、もう今日はちょっとその後の予定もありますから、さあ続いての曲が本当に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  Line on the、 ありがとうございます。それでは最後の曲になりたいしたいと思います。
来そうですか。はい、さあじゃあ気合い入れていきましょうね。そうシャッフルの練習もありますから。近すぎちゃってどうしよう。これ飾ってある、書いてくれた絵が。そうなんだよ、すごいよね。結構アーティストって感じの、ね、あちょっとアーティストかな。さあそれでやりたいと思います。いくぞ。それでは聞いてください。かいうちフラグ。君に会うとなんか違う、僕が僕でなくなってしまうの。
ぎゅーありがとうございます。ありがとうございました。さあそれでは弾いてくださり誠に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 ありがとうございました。今日、あ、すなちゃんお知らせはありますか？なんかお知らせはありますか？お知らせは、うん、特になし。なんだろう、ちょっと考えるね。お知らせは、ちょっと待って、まあじゃあカノンの方がお知らせしますね。はい、今日あのツイッターをね夜にそうぜひあの更新するので、あのぜひ考えるちょっとね、あの考えるものというか、カノンが待っちゃったっていう感じなんですけど、そうツイッターを更新するので、すぬちゃんがぜひ夜見てあげてください。お願いします。お願いします。初見さんありがとうございます。ね、曲の途中にも初見さんありがとうございます。このまま補色したらさ、マイクがさ響いてもう聞かれちゃうもんね。そう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 。あ、視力検査はいかがでしたかだって。ちょっと準備するね。視力検査は、うん、ほぼわかんなかった。ほぼわかんなかった。大変じゃない。でもなんかね、大きさが変わんなかった。うん、今まではさこういうくらい大きいのとさ、こんなに小さいのとかあって、こんだけしかないやつとか、うん、なのにずっとこんぐらいだった、うん、どうして？わかんない。みんなずっとこんぐらいでこうやってるって肌大きさが同じだった。全部本当。すごい眠くなってきちゃった今日。あくびが出てる。はい、はい、じゃあすんちゃんはもうこれ以上目が悪くならないようにね気をつけてください。いいの？だって去年 AA だったもん。今年は、うん、BA? BA? あ、ちょっと悪くなってるじゃないですか。かもしんない。あれどういうこと？まだ知らないの。そっか、そうすぬちゃん、あ、あれじゃない、すぬちゃんはあのツイッターのアカウントはスヌーだよね。スヌーちゃん、スヌーちゃん、え、スヌーちゃんなので、スヌーちゃん、スヌーちゃんじゃなかったっけ。スヌーちゃんだ。あ、スヌーちゃんか。じゃスヌーちゃん知ってる方がいたらぜひお願いします。伸ばすもんはないよ。え、スヌーちゃんじゃないの？みたいな。違うよ。って違ったっけ。知る方いらっしゃるかな。スヌちゃんって押したら出てくる？本当に？アカウントに。鼻がかゆい。でスヌちゃんでしょ？お、スヌちゃんだよ。スヌちゃん。スヌちゃんだよ。スヌちゃん。ちゃんだよ。本当に。本当にそうだと思う。ありがとうございます。多分これなのでぜひ。スヌちゃんなの。ありがとう。ツイッターのアカウントありがとうございます。すぬちゃんあげてくださった。本当にすぬちゃん。初見さんもねぜひ見てください。本当にそうだよ。すぬちゃんだよ。すぬちゃんだから、ね、アカウントだから普通。じゃあすぬちゃん、名前はすぬちゃんだよ。だけどアカウントがすぬちゃんなんです。ほらすぬちゃん、そうだよ本当に。自分のアカウント分かんないなんて恥ずかしい。ああどうしよう。まあね、皆さんが優しくてあげてくださったのは多分間違えることはないと思うから大丈夫だよ。さあサンデスタイム行こうと思いますが、何これどうしたらいいの？お腹がグーグー言ってる。このままでもいけちゃう。グー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 Thank you.
んちゃんじゃないよ、なんでやねん。さあ、それでは今日も13位からさんです。タイム張り切ってどうぞ。13位さんです、ありがとうございます。12位さんです、ありがとうございます。11位さんです、アットマークコハミリペコリゴン、ありがとうございます。10位さんです、アットマークコハミリちゃん、ありがとうございます。9位さんです、アットマークコハミリデルイ、ありがとうございます。8位さんです、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、ありがとうございます。5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、アットマーケットファミリーわろわろ、ありがとうございます。そして3位さんです、アットマーク音楽ファミリー、ありがとうございます。そして2位さんです、アットマーケットファミリー、ありがとうございます。そして今日の第1位はさんです、アットマーケットファミリーネットレー、ありがとうございます。そして今日の85位、やっこさんめちゃ激しいじゃん、オラマル。85位やっこさんはさんです、おめでとうございます。あなたもぜひやっこファミリーになっちゃってくださいね。はい、ということで今日も配信を見てくださった皆さん、ありがとうございました。ほら見てください、ここだけボーンでしょ。はい、てんてんてん、すごい、すずちゃんとオラバルが今日はピーチソーダを熱唱してくださいました。さあね、では朝からお歌を聴いてくれて、お話ししてくれてありがとうございました。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにして、びっくりして、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは今日もこの辺で、また小屋せーの、また小屋で、ありがとうございます。あ、じゃあケニアもやって、ケニア、うん、そうこうでしょ、はい、はい、せーの、今日はどこに行くの、せーの、ケニア。さらばじゃみんな、さらばじゃみんな、バイバイ。あ、リアルじゃない、すごい、カノンの顔を隠したらさ、もうオラマルの配信みたいになる。はい、バイバイ、また来てね、みんな、ありがとう、ありがとうございました。カノンちゃんのルームこれからもよろしくお願いします。ピンクにしてね、あとピンクにします。ありがとうございました、つるちゃんもありがとう。ありがとう。朝からね、いっぱいありがとう。ありがとう。キャニア。キャニア。